原子力安全保安委員はかつて存在した日本の観光庁の一つで原子力その他のエネルギーに係る安全及び産業保安の確保を図るための機関であり経済産業省の外局である資源エネルギー庁の特別の機関であった2012年9月19日に廃止され環境省の外局である原子力規制委員会へ移行したまた同院の産業保安各課は 経済産業省省務情報政策局に移管された、東京都千代田区霞が関の本院のもと、地方機関として、全国の所要の地に、産業法案監督部、原子力法案検査官事務所などが置かれていた、経済産業省の一機関であり、法令上の位置づけは、主源エネルギー庁の特別の機関とされた、2001年1月6日、中央省庁再編の際に新設され、 初代委員長には佐々木貞彦が就任した。この再編で経済産業省に原子力安全保安院が新設された代わりに経済産業省工業技術院が中央省庁組織から外れている原子力安全保安院は次の各号に掲げる事務を司っていた原子力に係る精錬加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに 発電用原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関することエネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関すること火薬類の取り締まり高圧ガスの保安鉱山における保安その他の所証にかかる保安の確保に関すること所証事務にかかる国際協力に関すること全覚悟に掲げるもののほか、 法律に基づき経済産業省に属させられた事務。このように、本院は原子力安全と産業保安とが主な所掌事務で、決して原子力関係のみを専門としている組織ではない。原子力、電力、都市ガス、高圧ガス、液化石油ガス、火薬、鉱山関係の施設や産業活動の安全規制、保安を所管し、 これらの施設に対しては必要に応じて立ち入り検査、報告徴収、改善命令等を行うことができた。電力安全課の作成した電気設備の技術基準の解釈は民間の電気工事でも参照されていた。中央省庁再編前は関係する行政事務は次のように分散して所掌されていた。上記の中央省庁再編前の所掌のうち、 科学技術庁原子力安全局が所掌していた事務の中で試験研究用原子炉についての安全規制など一部の事務は文部科学省が承継したがその他については新たに設置された原子力安全保安委員が一元的に所管することとしたものである。地方機関、編集地方機関については当初は一元化せず旧通商産業省の地方支分部局だった。 鉱山保安監督部を原子力安全保安院の地方機関として移行させ、産業保安事務のうち鉱山保安のみを引き続き所管し、その他の産業保安事務については各経済産業局が引き続き所管していた。2005年4月1日に鉱山保安監督部を開組して、経済産業局から鉱山保安以外の産業保安事務を遺憾承継し、 これら産業法案事務を一元的に所管する産業法案監督部を設置した。検査事務、編集原子力施設に対する検査事務のうち、専門的実務的検査については自ら行わず、公益法人に第三者委託されていたが、公益法人制度改革の流れの中で、行政委託型公益法人のあり方が見直され、これら一部の検査事務を原子力安全、 保安院から切り離し独立行政法人に行わせることとなり2003年10月1日に新たに独立行政法人原子力安全基盤機構が設立され業務が移管された原子力安全保安院が設置されていた頃の経済産業省総合庁社別館の名番廃止時の組織図原子力安全保安院長の官職にあるものは 国庫から指定職語合法が支給されていた。ありがとうございます。